スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はエスタディオベニートビジャマリンです。実況は私西岡明彦、解説席には日本代表でボランチを務めた福西崇史さんをお迎えしました。ブラックキャッツがユナイテッドと対戦します。今シーズン3試合を消化し、今のところチームは期待されていた結果を残せていませんね。残りの試合数を考えると、そろそろ立て直しを図らないと間に合わなくなるでしょう。降格圏から脱するためにも、この試合でしっかり結果を残したいですね。いいパスです。視野が広いですね。つながればチャンスでしたが、副審がオフサイドを取りました。裏に抜ける狙いは悪くないんですが、もう一呼吸待って走り出せばよかったんじゃないでしょうか。ブラックキャッツがサイドから攻撃、スペースがあります。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。これはゴールキックになります。リリエフ、ボールをドリブルで運んでいます。レフリーはどうだ。パスをカットします。コルナ、キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。中にいいボールを送りたいですね。カンテ、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。カンテ、ユナイテッド敵陣へ攻め込んできました。うまく攻めていたように見えたんですが、ディフェンスに攻撃を止められました。深い位置でのチェック、ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。主審がファールを取っています。フリーキックになります。相手が触ったのでスローインですね。カットします。ここはうまいタックル、ただし相手ボールのスローインです。ここはクリアします。リリエフ、ここから狙うのか、入るか。このボールはキーパーが弾き出します。ボールをカット、カンテ、アーノルド、リリエフ、いいボールを送りたい。ここからポゼッションは相手チームに。何をしてくるのか。打った、しっかりとブロック。コルナ、これはいいタックルです。ボールをダッシュしました。しっかりとコースを塞いでいます。佐藤、スペースに見事なロブパス、タックルでピンチをしのぎました。ユナイテッドがサイドから攻撃、スペースがあります。リリエフ、裏までしっかり見えています。中が空いた、クロスは通るか。ボールを保持できません。
通りません。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。このボールはタッチを割ります。スローインです。サポートを使うか。メッシブロックで阻止されます。ここでパスカット。エツリュ、いいパスです。視野が広いですね。ここはうまくボールを取りました。クロスを狙ってくるか。メッシ、ここでボールを取り返します。ユナイテッド、ここでボールを失います。絶妙なロブパスです。ピンチをタックルでしのいだ。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。このあと後半が始まるわけですが、福西さん、これまでの展開はいかがでしょうか。はい、互角と言っていい内容だと思います。中盤でボールが行き来していましたが、試合後半戦が始まります。江藤、まずはパスを回していきます。アーノルド、うまくボールを奪った。攻撃の流れを切ります。フォワードに低い位置で渡します。攻め方を変えてくるんでしょうか。仕掛けてくるのか。ディフェンスの対応が光ります。あっとチャンスです。このシュートはブロック。プレスを受けます。ブラックキャッツがサイドを使います。いえ、攻撃はここまで。相手ボールになりました。狙ってきた。強烈なシュートがクロスバーの上に飛んでいきました。ついてませんね。もう少し低ければ入ってました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。今少し膠着しているようですね。ポゼッションもほぼ同じ。そろそろ試合を動かすきっかけになるプレーが欲しいところです。ユナイテッドがサイドを使います。このクロスはキーパーがかろうじてキャッチしています。おっと、これはいけません。キーパーからのボールは相手にカットされました。おっと、シュートを許しません。これはナイスブロック。コルナ、これでキーパーのボールですね。
いいタックルです。ブラックキャッツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。タックルで止めました。スローインです。ここでうまく対処します。高い位置でインターセプトします。さあリードできるか。きたーきたきた、決まった。先制点ゲット。ブラックキャッツがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。イリエフ、ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。タックルで止めに来た。ユナイテッドのコーナーキックです。コーナーから中へ。このボールはディフェンスがクリアします。味方の位置を確認する。なんとかキーパーが抑えました。ボールを失いました。オフサイドですか。際どいタイミングですね。いいタックルでしたがスローインになりました。ここでボールを失います。ボールがフリーになりました。相手が触ったボールはスローインになります。この位置でインターセプトします。相手陣内でインターセプトした。さあどうする。シュートはブロックされます。ポゼッションを失いました。決定的なゴールとなるか。ゴールだ。キーパーがポジションを外していた。カンテ、アーノルド、タックルで相手の攻撃を一旦断ち切りました。スローインです。ここから中に折り返したい。決定機になりかねないパスでしたがカットしました。メッシ、コルナ、ボールロスト。ドリブルで前に運びます。ディフェンスがブロックしました。パスはまっすぐ相手に渡ります。いい位置です。ここはクロスのチャンス。さあどうする。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。アディショナルタイムに1分加えられます。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。試合終了のホイッスル。この一戦ホームチームが見事に勝利を収めました。
今日の舞台はエスタディオベニートビジャマリン。天気は晴れ、最高のピッチコンディションとなりました。実況は西岡明彦、解説には新居浜の星福西崇史さんをお迎えしています。ブラックキャッツがユナイテッドと対戦します。ここまでの3試合チームは思うような結果を残せていませんね。シュートが決まるか、キーパーがこれを処理します。絶妙なロブパスです。これは見事なインターセプト。コルナ、パスを出した先は相手の選手。ユナイテッドがアタッキングサードに攻め込んでいきます。何を狙うのか、前に出しましたが気を抜けません。パスをカットしました。相手の攻撃を断ち切ります。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。ファールの笛を吹かれました。イエローカードは出ず試合再開です。ここから狙うのか、主審がゲームを止めます。オフサイドです。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。絶妙なパスです。これは相手が読んでいました。デイビス、パスは通さない。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。相手の選手がパスを出した先にいました。ドリブルで持ち込んでいます。前に押し出します。ボールはヘディングでラインを割りました。うまく読んだインターセプト。これはいい位置だ。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。しっかりとクリアしました。コルナ、ブラックキャッツがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。どうだ、このシュートはブロックされました。コーナーキック、勝ち越しを狙います。ボールはエリアへ。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。危ない位置でしたが、タックルでチームを救います。ディフェンスが冷静に処理します。イリエフ、アーノルド、これはよく追いつきました。ここからチャンスを伺います。タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。コーナーキックで再開されます。ゴール前に入れた。ボレーが決まった。見事なゴールです。
ボールを前に運びます。相手が触ったのでスローインですね。ボールを奪い返しました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。まだまだチャンスはあります。狙ってきた。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。江藤、ディフェンダーがここで食い止める。裏を狙ったパス、通ればチャンスだ。ドリブルで進みます。ここはカットしました。ピンチをしのぎます。スローインでのリスタートとなります。クロスで合わせようかという場面、これはゴールキックになります。アーノルド、危ない場面でしたがナイスインターセプトです。いいところへ出しました。これは簡単に抜かれました。このパスはダメでした。通りません。タッチを割ってスローイン、パスをカットします。アディショナルタイムが1分追加されました。佐藤、スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半が終了しました。前半の内容をどうご覧になりましたか？後半がスタートしました。現在ユナイテッドが試合をリードしています。なんとか追いついてボールをキープします。同点に追いつくチャンスを伺っています。どのタイミングでボールを前に入れてくるでしょうか。さあカウンターを仕掛けるか。さあ折り返せるか。ボールの激しい奪い合いです。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。滑って取りに行く。このプレーはオフサイドです。ちょっと雑なプレーでしたね。受け手がオフサイドラインより前にいたのにパスを出してしまいました。体をうまく使ってボールをキープしています。インターセプトしました。メッシ、タックルで相手のチャンスを潰しました。タッチラインを割りました。スローインです。
おっとインターセプト。ナイスタックルでしたが相手ボールのスローインです。いい位置でカットした。イリエフ。ユナイテッドサイドのスペースを使います。お手本のようなタックル、ボールをダッシュしました。インターセプトしました。ユナイテッド敵陣へ攻め込んできました。ボールがピッチの外へ出ました。レフェリーがコーナーキックを指示しています。ボールを入れました。このボールはキーパーが抑えます。佐藤、ボールポゼッションを守れません。ボールを失います。ブラックキャッツ、ここでボールを失います。ユナイテッドがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか、クロスを出せるか。タックルで危険を回避しました。スローインで試合が再開となります。ユナイテッド、ボールを奪われました。タックルでボールは外に出ました。相手のスローインです。ここは打てるか、キーパーが両手でキャッチしました。このボールは外に出てスローインでの再開となります。おっとボールを取り返した。ブラックキャッツ、ここでボールロスト。さあどうする。ああここは痛恨のミス。リードを広げるチャンスをものにできません。あれを決めておけばこの後の展開も楽になったんですけどね。まあ本人が一番悔しいでしょう。イリエフ。ユナイテッドがアタッキングサードに攻め込んでいきます。危ないところにボールを運ばれましたが奪い返しています。決められるか。ドリブルで運びます。ここからどうするのか。ここはタックルでうまく対処しました。コーナーキックです。ゴール前に入れた。クリアが小さい。ここはなんとかしのぎ切りましたね。強烈なタックルで止めに行く。オフサイドの判定が出ています。パスをカット、いい読みでした。ブラックキャッツがサイドから攻撃、スペースがあります。最後はキーパーが処理しました。ボールを取り返します。さあ上げたい。何をしてくるのか。ボールの動きが激しい。パスを出した先にはちょうど相手の選手がいました。前に運んでいます。このピンチをタックルで防ぎました。コロナ。試合終盤、シャルケは1点ビハインドの状況です。熱烈な声援を送っているサポーターに応えてなんとか同点に持ち込みたいですね。これはパスカット。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。このボールはキーパーがキャッチ。
ここで試合終了のホイッスル。ホームチームにとっては悔しい敗戦となりました。今日の舞台はカイアンプリンスファウンデーション。天気は晴れ、最高のピッチコンディションで迎える一戦となります。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。アーセナルがブラックキャッツと対戦します。今シーズン3試合を消化し、今のところチーム弾きましたが、ここはプレーを切りたい。ここはレフリーが笛を吹きました。カードは出ないようですね。今のはキーパーを褒めるべきでしょう。序盤からよく集中できているようです。パスをカットしました。相手の攻撃を断ち切ります。アグエロ、クリアしきれません。一時はどうなるかと思いましたが、なんとかしのぎましたね。コルナ、中にスペースがあります。さあセットプレーのチャンスです。エリア内へ向かうか。ここはディフェンスがクリア。ここでボールを出し、今のはいいタックルでした。ポゼッションを取り返す。メッシ、いいタックルです。ボールがこぼれている。高いボールが上がります。ディフェンスがクロスをブロック。パスをカット。攻守が入れ替わります。
アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。クロスを中央に入れた。決めました。これは大きな勝ち越しゴール。大健闘じゃないですか。試合前は逆の展開を考えていました。このまま行くと予想を覆されそうです。ディフェンスの対応が光ります。前でインターセプトした。これは裏へ出してきました。危機が続いています。今のようなゴールチャンスは滅多にありません。冷静に狙って。惜しくも同点ゴールなりません。ただ悪くないシュートでしたよ。次は決まるかもしれません。ドリブルで前に運んでいます。中で選手が待っています。これは飛んだ位置が悪かったか。キーパーがクリアしています。体を当てて取る。奪った。いいロブですね。これは得点のチャンスか。危ない場面もしのぎました。クリアで逃れています。ボールを守っています。クロスで合わせようかという場面。見事なインターセプト。通っていればかなり危ない場面でした。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。スローインになります。イルマズ。アーセナルボールをうまく動かしてチャンスを狙います。決まった。ゴールゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。ギリギリで追いつきましたね。これはチャンスとなるか。味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。相手に渡ります。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。これはいいぞ。これはキーパーのファインセーブ。ギリギリで追いつきましたね。ボールをキープしました。ディフェンスを抜いた。中央にクロス。これはキーパーが読んでいました。ナイスセーブでしょう。これは見事なインターセプト。メッシ。これはいけません。あっさりとパスカット。ボールを運んでいます。タックルで相手の攻撃を一旦断ち切りました。スローインです。ここから中に折り返したい。このボールはクリア。カウンターのチャンスです。ここで取り返す。試合を止めていた分アディショナルタイムが1分追加されます。ブラックキャッツ、サイドのスペースを使います。
未だ危険な状況です。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。さあ後半キックオフ、試合はアーセナルがリードしています。メッシ、ディフェンダーを抜いた。中を狙ってきましたが味方に合いません。アーセナルのスローイン。リマ、中央にクロスが入る。今のはかなり危ない場面でしたが、なんとか守り抜きました。ここでシュート、ここは止めました。ここまでやられていますから、これ以上は点を許したくないでしょう。さあカウンターを仕掛けるか。見事なテクニックで突破してきました。見事なカウンターからのゴールです。カウンターへの警戒が薄かったですね。速攻をうまくつきました。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。中にいる味方に渡ります。ちょっとクリアが小さいか。これは危ないですよ。タックルが決まってボールをダッシュしました。いい位置で奪っ、スペースを見る。あと誰か反応しているか。これはナイスカット、うまく読んでいました。シュートが枠に嫌われましたね。1点ビハインドですから、諦めずに攻撃を続けるしかないでしょう。真ん中にクロスを上げた。来たか。ブラックキャッツがサイドから攻撃、スペースがあります。ゴール。一時は2点差まで開いた点差がこれで同点です。ボールをクリアしています。狙える位置です。クロスボールがボックス内の味方へ。しかしキーパーの守備範囲内でした。パンチングでクリアします。カウンターのチャンスが巡ってきた。カウンターをフィニッシュまで持ち込めません。ここでボールを失いました。タックルが決まってボールはラインの外へ。相手ボールのスローインです。鋭いタックルです。メッシ、打っていった。これはキーパーにセーブされました。
パスをカットします。クロスを狙ってくるか、シュートは入るか。コーナーキックになりました。決まれば試合をリードできます。ディフェンスがクリアしました。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターのチャンスでしたが、ここはボールロスト。絶妙なパス。可能性もありましたが、攻撃は失敗に終わります。ここまで手に汗握る展開は嬉しい誤算ですね。スコアもポゼッションも完全に互角です。まだまだゴールが入りそうな予感がしますね。これはチャンスですよ。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。アーセナルがボールを失いました。何を狙うのか。一旦クリアしましたね。決めに来た。これはキーパーの正面です。しっかりキャッチしました。最後のチャンスになるでしょうか。ゴールを割れれば決勝戦。決まった。逆転ゴール。先ほどまでのビハインドが嘘のような展開です。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね。この時間だと厳しいと思いますよ。クリアして相手のチャンスを断ち切りました。残り時間はあとわずか。アーセナルは同点に追いつけるか。このピンチはクリアでしのぎます。ここは味方を使います。オフサイドの判定です。いいタイミングで裏に抜けたと思ったんですけどね。副審がよく見ていました。ボールを失います。ブラックキャッツがサイドを使います。インターセプトでチームを救いました。相手に当たりスローインです。危ない場面でしたが、ナイスインターセプトです。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。試合を止めていた分、アディショナルタイムが1分追加されます。試合終了。アウェーチームが勝利を手にしました。いや、最後の最後に見事な決勝ゴールが生まれましたね。選手が喜びを爆発させているシーンが印象的でした。今日の試合にはサポーターも大満足だと思います。